レバナスで銃を手に入れる。レバレッジ投資家一木です。本日もよろしくお願いいたします。本日のお題はこれということで、 まだレバナス叩いてストレス発散しているのわらわらということで、まあ、レバナスアンチの人たちがね、まあ、世の中にはたくさんいてて、何が気に入らないのか、まあ、レバナスを叩いてくるということがあります。ということなので、叩かれるレバナスがかわいそうなので、私の方が擁護していこうということで、今回はエンタメとなっておりますので、資産形成にはね、あまり役に立たない情報になっております。ただまあ、たまにはね、こんな企画もいいのかなということで、私のね、動画 の方にいた,だいたコメントで、ちょっとこの人おかしいんじゃないのかという、ね、コメントに対して訂正を、ね、していきたいとたまにねこれをしますとせっかくコメントしていただいてる方にそんなこと言ったら失礼じゃないのかって言ってくる人もいるんですけれどもコメントを書くということはこれは 私に直接ね、それは違うんじゃないかというのを言ってるだけではなくて、そのメッセージを日本全国の人に発信しているということがありますので、もうそのね、日本全国の方にオープンスペースで否定的なコメントを書いてきているということは、そこで私に対して攻撃を仕掛けてくるということになっているわけですよね。攻撃を仕掛けてくるということは逆に反撃されていくということも考えておかないといけないということがありますので、 でなんで私たちレバナスとか、えー、そして、えーまあ、YouTuber もそうですけれど攻撃されてきてそれ反撃したらいけないのということがありますので、えー、私はきっちりと反撃させていただきますそれではスタートでーすはいということでね、えー、まずあのレバナスアーチェの人っていうのはもう全くね俯瞰して物事を捉えられないということでね木を見て 森を見ずとかっていうね、えー、言葉もあるということで、要はね、全体を見れないんですよね。例えばもうレバナスアンチの人たちが言ってくることって、低減、下落相場、レンジ相場、入ったらレバナス弱いでしょう。繰り上げ償還来たらどうするんですか全財産パーですよ。レバナス手数料高いじゃないですか。ということにね、捉えられてしまってるわけなんですよ。これらの低、ね、減、 下落、レンジ、繰り上げ召喚、手数料の高さ、一つ一つを見ていきますと、確かにレバナスに引っかかってくることはあります。けれども、この、例えば、低減が来た、下落局面が来た、レンジが来たとなった時に、現実に起こっていること、低減が起こって、私たちのレバナスに何が起こっているのかっていうのを理解できていかないと。 いつも言ってますけれど、低減下落レンジっていうのは資産形成中と資産形成後、そして資産形成中でも資産形成初期と資産形成後期に来るのとでは意味合いが違ってきます。同じ低減下落レンジ期間になったとしても、その時その時の状況で全くレバナスをホールドしている人たちの 現実に起こることが変わってきてしまうんですね。それを意味も分からずに、ただ単に、どの期間でも提言に入ったらしんどい。 下落局面が来たらしんどい、レンジに入ったらしんどいと思っている大バカ者なんですよね。提言でも下落でもレンジでも資産形成初期に来てもらったらこれはラッキーと。安い基準価格でしっかりとレバダスを保有することができると。ね、そして資産形成後、毎月利確の方を始めている時に低減下落、レンジが来たらああ、これは大変だということでそれに対する対策を打っていく。もう実際この対策も私は何回も喋らせていただいて 書いてますからここは割愛しますけれどそんなもんあんたらが言うてることなんていうのはもうこっちは鼻からお見通しなんだよということですよねえそしてもうねえレブナースアンチの人の最後のよりどころ繰り上げ召喚これがねもう来ないというのがえ実際に証明されてしまった今レブナース最大50%下落をしましたけれども。 50%下落している。価格は下がっているのになんとレバナスの総口数は増え続けていると。誰ですかレバナスが下落したら総口数も減っていって繰り上げ召喚されるって言ってた人はということで、実際問題、強い ETF 商品、投資信託の商品っていうのは下落局面が来ても 基準価格は下がりますけれど、口数は増えていく。なぜか安くなったら買う人が必ずいるからと。これを理解できていないということね。えー、そのね、やっぱり現実っていうのを見ていかないといけない。あとね、手数料の高さでも、手数料高いでしょうと、ね、S&P500 とか999とかでしたら安いですよって言うんですけれどね、そういう手数料しか比べてないんですね。その手数料を払って 自分の資産が何倍に増えるのかということは考えてないわけですよね。それは S&P500 手数料安いかもしれませんけれど、年間10%ぐらいしか増えていきませんよね。レムナス手数料高いですけれど、年間30%以上で増えていきますよねと。手数料高いの当たり前じゃないですかということで、手数料の高さと手数料を払うことによって得れるメリット、これを相対的に 比べていかないといけないのに、手数料の高い低いだけしか比べれない。ね。もうこのあたりがもう間抜け極まりないということになってくるわけなんですね。え、ですから、まずね、レバナスアンチの人たちにはもっと俯瞰してね、物事広く、視野を広くねえ、取っていかないとダメです。提言知ってるんですか知っとるよという話でね。はい。提言があるのは知ってます。けれど、それが現実に起こっても、我々は全然ね、 ダメージを受けないということになってくるということでね。さあ、それではね、えー、コメント1行きましょう。この人ね、何回もコメント書いてきてね、そのたんびに私同じこと言うんですけれど、えー、全く理解してくれない人です。こんなコメントがつきました。 これから何年低迷になるか分かりませんが、異次元の金融緩和の反動が来ます。ハイテクは一番影響を受けます。レバナスならいいと思いますが、レバレッジは危険です。これはプロの投資家の人々も危険を警告しています。えー、少なくとも絶対とかは確実に言わない方がいいですよ。ということで、ねまあ、私はレバナス投資っていうのは、レバナスを購入してガチ補塞していれば、絶対 絶対に資産形成できますということをお伝えさせていただいてます。なぜか絶対にできるからですねえ。レバナス投資で失敗する人って簡単ですよ。売り買いをする人、売ったり買ったりする人っていうのは、レバナス投資では確実に負け組みに入っていきます。けれども、売らなくて、勝って、勝って、勝って、あとガチ方の人っていうのはね、絶対に勝てるわけなんですよ。これを否定するということはどういうことかというと、なぜ私がレバナスを購入して、 ただ単に売らずにね、もう暴落が来てもね、冒頭になったとしてもガチを教えれば資産形成できていくかというのは、アメリカの経済っていうのは右肩上がりということがね、大前提になってるわけですよ。この前提をこの人は崩してきてるわけですよね。アメリカの株式っていうのは右肩上がりで上がっていくんですよ。レバレッジ型商品っていうのは、上昇局面では元指数よりも パフォーマンス出すんですよ。アメリカの経済をこの人は右肩上がりではないと考えられてるんだったらそれは正しいですけど、そういう人はアメリカの株式の特にインデックスファンド投資っていうのはしてはダメですよね。 で、よくレバナスっていうのはインデックスじゃないと言われますけれど、私も素のインデックスかって言われると疑問は残りますけれど、私はハイブリッド型のインデックス投資といつも言っております。インデックス投資の最大の特徴っていうのは、指数に連動しているか連動していないか。 インデックスに反するのはアクティブファンドですよね。アクティブファンドっていうのはファンドマネージャーの好きな商品を詰め合わせしてそれをパックとして売り出している。インデックスファンドっていうのは指数をパックにして売り出している。それに2倍のレバレッジがかかっているレバナスというものがあるということですから、やはり本筋でいきますとレバナスっていうのは基準は ナスダック100という指数に連動しておりますの、ね、で、これインデックスファンド投資になってくるわけですよね。そして、このアメリカ経済は右肩上がりというね、大前提のもとにインデックスファンド投資っていうのが成り立っているわけです。S&P500 でも全米株式でもそうなんですよね。この人はそのレバレッジがかかっているかかっていないで、なぜかわからないですけれど、レバレッジは 危険です。レバナシならいいと思いますが、という認識なんですよね。もうここが最大におかしい。なぜか。レバナスっていうのは、レバレッジがかかっていたとしても、おいしょ、ロスカート。これは発生しません。 確実に発生しませんで、今回の下落局面で、先ほども言いましたけれど、50%下落が来てても、基準価格は50%下がってるのに、レバナスの総口数っていうのは右肩上がりで増え続けていってる。だったら償還も来ない。だったらレバレッジかけなすんでしょうっていう話。これのどこが危険なのか、あなたいつも私に教えてくれと言ってるんですよ。この人ね ダメですとかね、プロの投資家の人々もね、危険と警告していますとかね。だからそのプロの投資家がなんで危険なのか、今私が言ってるのは反論できるような反論してみろという話をいつもしてるんですよ。あなたの思い書か,かれるのもいいですけれど、それは自分だけで思っててください。コメントとして、フリーで誰にでも自由に見れるこの世の中になってるんだから、なぜ危険なのか書いてくださいという話をしてるわけです。 少なくとも絶対とか言わない方がいいです。言うよ絶対大丈夫やから。絶対大丈夫なんじゃない理由って何なのアメリカの経済は右肩上がりでしょ指数に連動してるでしょレバレッジが2倍かかってますけれど、お衣装ロスカット、そしてね、え、繰り上げ償還のリスクがほぼないというのが今回の 暴落によって証明されたわけですよね。何があと危険が残ってんの教えてみようという話でね。全く危険でも何でもないのに危険だ、危険だ、危険だ、危険だとね、思い込んでいる。そしてこのね、アンチの人たちっていうのは確実に一つ言えることは株式しか見てないね。株式しかということで。例えばこちらの方を見ていただきたいんですけれど、これは S&P500 と n a s d a 1 0 0の EPS のをね、比べたグラフの方になっているわけですよね。 EPS というのは1株当たりの純利益ということで、ね、表しているグラフになっているんですけれど、S&P500 とナスダック100を比べてみてくださいと。確かに2011年、12年、13年あたりは S&P500 もナスダック100も対して変わらない EPS の成長率でした。ですけれども、近年どうですかということでね、S&P500 の倍以上 EPS、ナスダック100企業というのは伸びていっているわけです。 このナスダック100企業の EPS の伸びっていうのは企業の強さっていうのを表していきます。企業は営業キャッシュフローとかね、まあいろんなものをね、あの、強力に持っていないとダメということで、ね、現金ジャブジャブ持っているのはあナスダック100企業と。 いうことになってきますんで、あの、株式のチャートで、いくら今、ナスダック100が下落している、S&P500 よりも下落しているといったところで、それは株式が下落しているだけで、企業本体の強さっていうのは、S、S&P500 のね、倍以上強いというのが、この EPS から見て取れるというデータになってくるんで、少なくとも絶対とか言わない方がいいですよ、とかっていうね、話する前に、何が危険なのか、ちゃんと説明してくださいと。おいし カッとね、繰り上げ償還来ない、うん、これでガチ保してたら勝てると。えー、だって、お衣装ロスカット繰り上げ償還来なくて、ナスダック100の EPS ってこれだけ、S、S&P500 と比べても高いわけでしょ。まあ、株価っていうのは EPS だけでは決まりません。バリエーションの組み合わせにもなります。だから今下落しているということですけれど、えー、けれど株式っていうのは、所詮ね、 企業が強くて利益をどん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 ね、出していく企業の株っていうのは最終的に伸びてくるわけですよ。そこを考えていって、そして伸びてくるということは上昇局面に移るということです。上昇局面っていうのはレバレッジの真骨頂になってくるわけなんですね。だから余計アメリカの経済っていうのは右肩上がりで上がっていくわけです。レバレッジかけないと損なんです。そしてね、この人を ね、これから何年低迷になるか分かりませんがということを言ってますけれども、データをね、ほんと詳しくね、見てるのかなということで、こちらの方が、金利をね、上げたとき、どうなってるんだということで、S&P500 のデータになってるんですけれど、3ヶ月目、株式っていうのは50%上昇しております。6ヶ月目、株式っていうのは75%上昇しております。 1>, 1年経ちますと、株式っていうのは100%上昇していってると。これ、けど、いつも S&P500 のデータやんと思われるかもしれませんけれど、S&P500 の上位8社は、ナスダック100の上位100社と一緒ですということで、しかも過重平均を取っているということは、上位の企業のパーセンテージが高くなっているということなんで、要は S&P500 もナスダック100も、まあそういう意味で言いますと、まあ兄弟みたいなもんですよね。ナスダック100が。 え、まあ出来のいい末っ子、S&P500 が、ちょっと出来の悪いお兄ちゃんというようなね、関係でしょうか。あということになってきますんで、S&P500 が復活していけば、もちろんナスタクの株式の方も上昇しているということですから、結果、 金利がね、上がるから株式っていうのは低迷する、低迷するって言われますけれども、こちらの方のデータを見ていただきますと分かるように、金利を上げていけば、1年後にはね、株式っていうのは回復しているということなので、そんな何年もかからないよという話ですね。 さあ、それではね、コメントに行きたいと思います。まず、この人のね、言ってることをざっと流して読んで、それから反論していきたいと思います。未来の選択肢を限定していることが恐ろしい。これはね、レバナスに限定しているということでしょうね。ナスダックなんて金融緩和とともに上昇してきたんだから、金融緩和が前提になっていると。ナスダックの年率が13%あたりを超えることも前提。10%切ったらレバナスの年率は下手すればマイナス。30年後に回復したとして、 その時の1万円が今の1万円と同じ価値だといいのだがと、えー、そこは分からないというが、インフレ率が目安になる、インフレ率が収まったところで、エリセッションに直面していると思うけれど、今の逃げ場で打って、インバースでしのいで、そこを確認してから大量の口数を確保しても遅くはない、現実を見たらこんな予測に俺はなるけれどという、ねえー、コメントの方がついておりました。ま 全く現実が見えてないのに見えてると錯覚していることが私にはすごく恐ろしいんですけれど、え一つ一つ、このコメントの私が感じている疑問点突っ込んでいきたいと思います。まず、疑問1。 未来の選択肢を限定していることが恐ろしい。ナスダックなんて金融緩和とともに上昇してきたんだからということでね、金融緩和が前提なのかというね、えー、話になってくるんですけれど、まず、ナスダックを限定しているということ、そして金融緩和とともに上昇してきたというところ、本当にそうなのかというのを見てみましょうということで、えー、こちらもナスダック100の実績 EPS のチャートの方を見ていきます。えー、ブルーのラインが EPS。 赤のラインがナスダック100の株価のチャートということで重ね合わせております。はい、どうなんでしょうか。EPS 右肩上がりで今も伸び続けております。ナスダックの株価のチャートっていうのは今大暴落を食らっております。金融緩和終わって今引き締めに入ってますけれど、ナスダックの会社の EPS っていうのはしっかり伸びていってるわけですよね。 ナスダック100の株価は金融緩和で伸びた一面もあるでしょうと。ですけれど、それだけなんですかと。えー、それだけだったら、今、ナスダック100社の実績の、会社の実績の EPS っていうのも落ちていないとおかしいですよね。株価は落ちてますけれど、 ナスダック100の実績 EPS は伸び続けているということになっている。これは何を示しているのかというと、別にナスダック100の企業が金融緩和があったから会社が成長してきたわけではないということですね。金融緩和があろうがなかろうが会社は伸び続けていっているということがあります。そしてナスダック100を限定にしているっていうのが恐ろしいということを言ってますけれど、ナスダック100の EPS っていうのは しっっかりりと右肩上がりで伸びていっていいますこれね2022年5月20日の最新のデータですからじゃあ SP500 の実績 EPS 見ましょうかこちらが SP500 の実績 EPS になっておりますなんとコロナショックからの株価の上昇に伴って株価はぐん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 上がっていますけれど実績 EPS この株式に 追いついていっていないという現状ですよね。で、最近株価がやっと下に落ちてきたので、実績 EPS と交差していると。やっと EPS と株価がまあ連動したと言ってもいいわけですよね。この現実見て、えー、皆さん、ナスダック100以外に選択することって どう思われますかということで、私はこんな S&P500 の申し訳ないですけれど、低い EPS のチャートを見せられて、株価の方が今まで高かったっていうね、現実を見せられて、S&P500 を選択するというね、選択肢、起こりませんね。もう一回、ナスダック100の方の EPS いきますよ。これですよ、これ。 コロナショックの時ですら、ナスダック100の EPS っていうのは、ナスダック100の株式のチャートよりもかなり上にいってます。S&P500 はどうですかということでね、コロナショックから EPS 全然立ち直ってないじゃんっていうね。これ、金融緩和の恩恵を受けて株式が上がっていったのは、ナスダック100なのか、S、S&P500 なのか、どっちやねんっていう話したら、 ナスダック100の方は株価も上昇しておりますけれど EPS の方もしっかりと上昇していってると。S&P500 の方はコロナショック過ぎてからですよね。EPS の方がかなり下がってからの上昇で、しかもま、ね、やっと株式が下落してくれたから EPS と株式のバランスが今 ねえー、ちょうど良くなってきたというところになってますんで、実際に金融緩和で伸びたのは S&P500 であって、ナスダック100は実態を伴って、企業の方もしっかりと成長していたからこそ、株式の方も成長してきたと読み取れるわけですよね。 これを見て、ナスダック100に限定しているのはおかしいという人の、えー、私は気持ちがわからないと、えー。実際に株価っていうのは何で決まっていくのかというと、この EPS とバリエーションの高さですよね。PER ということになってきますから、EPS が高くない会社の未来っていうのは、5年後、10年後、15年後っていうのは暗い明暗になってきますよね。S&P500、ちょっと心配ですよね。ナスダック100。 楽勝でしょうということになるわけですよ。さあ疑問に30年後に回復したとしてその時の1万円が今の1万円と同じ価値だといいのだがとなんで30年もナスダック100が低迷するという、ねえー、根拠がありません。はい、30年間なんでナスダック100っていうのが低迷、えー、するのかとナスダック100の上位銘柄アップルマイクロソフトアマゾン そしてメタ、テスラ、NVIDIA、Google ということになってるんですけれど、じゃあ30年間、これらの会社が低迷し続けるということは、他の会社が出てきて、例えばアップルですと iPhone ですよね、マイクロソフトですと Windows ですよね、Amazon ですと物流も、そしてね、決算システムまでほとんど牛耳ってるというね、え皆さん、インターネットで買い物したときに、実は Amazon の決算を通してね、 決算していて、アマゾンに手数料がチャリン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 入っていてるのは知ってますかということでね、そのプラットフォーム押さえてますよ。メタ。 ちょっと今苦戦してますけれど、メタバース来たら復活しますよと、と、えー。テスラ、えー、イーロン・マスクがいらんことばっかり言うから株価落としてますけれど、けれど電気自動車の販売台数はすごいですし、で、テスラは電気自動車を販売してる会社ではなくて、今からね、電気の、えーね、エネルギー革命を起こしていってね、エネルギーの作る、使う、貯めるというね、 今の電気会社のような会社にね、移っていきたいということがなっていると、そのプラットフォームを抑えつつある会社ですよと。エヌビデア、半導体の U ですよね、グーグル。 こちらもね、アップルと二分しているスマホのね、えー、大東メーカーですよね。え、これ以外の会社、例えばナスダック100以外の会社が、えー、アップルとかマイクロソフトとかアマゾンとかに変わって、大東してきてるようなものがあるんですかということでね、ないよね。ないのに、なんで、ね、世界一の企業体の集まり、ナスダック100が30年間も、ね、低迷し続けるのかっていうのはね、全く根拠がないと。 えー、いうことになってますんで、この人ね、勝手に思い込んでね、えー、コメント書かれても困るわけですよね。えー、30年も、あえー、ね、ナスダック100が低迷するわけないだろうと、あると思ってんだったら根拠出せ、根拠ということで。 疑問さん、そこは分からないというが、インフレ率が見やすになる。インフレ率が収まったところで、リセッションに直面していると思うけれどと。今の逃げ場で打って、インバースでしのいで、そこを確認してから大量の口数を確保しても遅くはないと。現実を見たらこんな予測に俺はなるけれどと。と全,全く現実をね、見れてない人が現実を見てるということで、一つ言っていいですか寝言は寝て言え。 ということなんで、えー、さあ、行きますよ、えー。そこは分からないというか、インフレ率が目安になる。これは私もね、そうだと思っております。ですから、インフレの数値が収まってくるか来ないかっていうのをね、ずっとチェックしているわけなんですけれど、ただこの人の言ってることが矛盾しているのが、インフレ率が目安になる。インフレ率が収まったところでリセッションに直面している。インフレ率が収まってリセッションに直面しているんだったら、そこからさらに、 そこっていうのは下落していくんじゃないですかと。インフレ率が収まったところがそこなんでしょあなたはい。そこはインフレ率が見やすいになるんでしょインフレ率が収まったらそこって言ってるのに、 ね。その時にはリセッションに直面してる。じゃあもっと下がっていくやんかと言うて、結果どこがそこか分からへんやん。だってインフレ率はもう改善しているから、そこがそこだと思ってるわけでしょあなたは。けれど、インフレ率が収まったところでリセッションに直面してる。リセッションっていうのは、アメリカが景気交代になっていくということですから、さらにそこから深掘りしていってるやんと。あんた、初めに言ってることと後で言ってることの自分が矛盾したことを言ってるっていうことに理解できていますか そして今の逃げ場で打ってなんでここまで50%も下落してるところでね逃げ場になっているんだということでインバースでしのいでそこを確認してから大量の口数をね確保しても遅くはないということで現実を見たら俺はこんな、ね、予測になるけれどというねそこ確認でどうやってそこ,そこを確認するんですかとあなたさっきインフレ率が目安になると言ったけれどもインフレ率が目安になってそこを打ったと思った時にはリセッションに直面しててそこからまたさらに掘っていくからどこかそこ こかわらなないいという話になってきますよね、えー、そして、そこっていうのは、チャート上で見まして、えー、2、3ヶ月しないとわからないと。えー、よくね、えー、ここ大底を売ったのかなって思っても、大体そういう時ってテクニカルやられてる人って何が言うかというと、反発しても、まだ2番底があるかも分かりませんから、警戒してください。2番底があるかもわからないから、しっかりとね、えー、上昇局面。 確認してからね、株式の方が買っても遅くないですとかっていう人たちがね、山のようにいてるんですけれど、そんな2、3ヶ月後やんと。そこを売ってから2、3ヶ月後でしょ。レバナスっていうのはレバレッジがかかってる商品ですから、もうその時点でかなりの値段上がってるじゃないかという話になってしまうわけですね。全然そこで買えてないのに、えー、そこを確認してから大量の口数をね、確保してもね、遅くないと。えー、そこを狙いたかったら、 落ちるナイフは掴むなを掴んでいかないと仕方がないですよ。下落局面で今。今、50%下落来てますから、えー、ここから毎月でも毎日でもいいですけれど、コツ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 と定期購入をしていって、付近までしっかりと。 毎日積み立て、もしくはね、積み立ての方をしていって、そして、まあ、値段が上がっていたとしても、コツ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 買い続けるというね、この、まあ、ドルコスト平均法、もしくは一括投資をしていたとしても、底値付近、底値付近、ね、今でもまあ40、40%以上の下落になっているわけですから、今の40%下落でも、おお、これはね、大バーゲンだということで、スポット購入ということを繰り返していく人たちに勝てないよ。 うん、パーセンテージ的にね、大底なんて、どこがそこかなんて誰にもわからないですから、えー、あの、予測できるんだったら予測してみてくださいということでね、大底なんかでね、変えるわけないから、これね、正直な話ね、頭の中で妄想してる人たちっていうのはね、簡単にね、できると思ってるんですけれど、 大量に口数買うということでしょまあこの方がいくらお金持ってるのか知れませんけれど、例えば100万しかない人ね、貯金が100万しかない人が、えー、じゃあレバナスに100万円突っ込もうと思った時に、本当に突っ込めるのかどうかと。頭で考えてる時っていうのはシミュレーションですから、実際に自分の持ってるお金っていうのをぶっ込むわけではないですね。ぶっ込むわけではないんで、 え、いくらでもね、安くなった時に買って高くなった時に売ってやろうと思うわけですけれど、え、実際自分が持ってるお金、それが100万か1000万か1億か知りませんけれども、そのお金を全て突っ込もうと思った時、もしくは大半ですね、8割、7割を突っ込もうと思った時に、手が震えて、押せないよ、こんなやつは、ということで、あの、レバナスとか買える人っていうのは、今すでにもう購入しておりますから、大底来てから買いますって言うてる人は、大底が来てもどこが大底かわからないから、 買えないんですよ、えー、買えるという人はもう今すでに購入して 下落すれば買い増し、下落すれば買い増しを続けていってる人たちなんですよね。えー、ですから、現状のレバナスホルダーを、えー、アンチの人たちっていうのが攻撃してくる。まあ、今の人も完全にじゃあアンチなのかというと、えー、大族が来たら買ってやるぜと、まあ、ほら吹いてますけれども、えー、まあ、ほら吹き太郎ですけれども、まあ、レバナスの魅力っていうのはね、少しは理解してるのかなというところがあります。ですけれど、できないことを口に出しはいけない。できる人は今もうすでに買っていると。 いうことがありますので、まあ、レバナスホルダーを論破したいのであれば、まずあなたもね、レバナス買ってみて、こうなったとかっていうことをね言ってください。もうね、くじ数も変わりませんし、レバナスはね、繰り上げ償還も今回の暴落でね、来ないというのがね、証明されましたし、あとはもうね、レバナスの決定なんてないわけですよ。アメリカのね、経済は右肩上がり、この大前提があれば、レベル1型の商品っていうのは上昇局面に強いわけですよ。 アメリカの。 経済、右肩上がりで上がるんでしょと。じゃあ、レバレッジかけてへんかったら損やんとえ。そのレバレッジも、お衣装ロスカット発生しない、繰り上げ召喚も発生しない、え手数料はあ少し高いですけれど、その分パフォーマンスもね、えー、素の999よりもね、えー、2倍以上出るということになっていて、何の問題があるんだということがありますから、えー、アンチコメント書いてくるのは理由もしっかり書いてくださいね。えー、アホの一つ覚えみたいに、レバレッジは危険とか、えー、ナスダック100は危険とかってね、えー、そうじゃなくて、なぜ 危険なのかあそこまでね、しっかりと深掘りをしてから、えー、コメントの方をね、えー、書いてきていただければ、えー、私の方もね、えー、ひょっとしたら納得するかもわからないと。けれど、今のアンチ・レバナンスの人のコメントはね、あんた、背中が透けてるぜ、ということで、薄い。 書いてくることがもう幼稚薄いということでね、我々はどれだけレバナスを研究しているのか、そして現実にね、レバナスを研究しているだけじゃなくて、現実に起こっていることを照らし合わせていって、レバナス投資っていうのが最適解という答えを出してますんで、その我々にね、 戦いを挑むのであれば、最低限ね、レバナスの特性、プラス、今現実に、レバナスに起こっている現実のことっていうのをね、まあ理解していってください。まあ、正直な話、あと2、3年、ね、まあ解けよという話でね、あの、グーの根も出ないぐらいね、レバナスの今、評価損益マイナスになっている部分がプラスになっていると。レバナスホルダーの皆さんは安心してください。今のマイナスの評価益っていうのは、未来のプラスの評価益の 種だということをね、えー、しっかりと認識して、えー、レバナスの口数を、保有数を、どん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 ね、高めていきましょう。今日のね、えー、夜も、えー、ライブ放送の方をかけていってね、えー、ひょっとしたらレバナスホルダーの方で今不安に思われている方もいてるかもわからない。まあそういう人もね、えー、しっかりとライブ放送の方に参加していただいて、えー、レバナスをホールドしていく握力を高めていきましょう。ライブ放送のご参加お待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。 チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。